今日は腕、胸、肩を引き締める部分エクササイズをしましょう。片足を少し前へ出して肘を上げて手を上に押し上げましょう。肘は動かさないでください。腕の上の方の筋肉を働かせましょう。筋肉が働いているのが感じられますよね。これは腕を引き締めるのにとても効果的なエクササイズです。女性はノースリーブのブラウスを着たり、男性はシャツを脱いだりすることがありますから、しっかりと腕を引き締めましょう。ちょうどこの辺りの筋肉を働かせるんですよ。この辺りは普段はあまり使いませんから、しっかりエクササイズをする必要があります。お腹を引っ込めて片手はももの上に乗せましょう。正しく行っていれば筋肉が働いているのが感じられるはずです。体をバランスよく鍛えましょうね。腕を上、下へ、上半身をよく使いましょう。背中の贅肉を落とすエクササイズです。ここも脂肪がつきやすいところですから、しっかりと引き締めましょう。腕を引っ張り上げて、雑草をむしり取るように。腕をクロスさせて横に引き上げます。上半身を働かせましょう。背中の上の方の筋肉を使っています。前足の膝は少し曲げて、ダンベルを使う時と同じ動作ですね。これをフライと言います。リラックスしてから反対側へ、片手をももについて肘を上げましょう。腕の上の方の筋肉を使って、肘を高く上げて手を上へ押し上げましょう。今ちょうどこの辺りを使っています。もっと速く、腕がつらくなってきましたね。もう少しだから頑張って。今度は腕を下へ、上へ、下へ伸ばしてから引っ張り上げます。5キロぐらいのウェイトを持ち上げることを想像してみましょう。お腹は引っ込めて、これは背中や腕や胸の上の方に効果があるんですよ。 OK、 腕を回しましょう。肩のエクササイズを続けましょう。腕を横に伸ばしてひねりましょう。ドアのノブを回すように。
腕をひねって肩の筋肉を働かせましょう。上半身の筋肉を使っています。体には何百もの筋肉があり、もちろん上半身にもたくさんの筋肉が集まっています。それらをバランスよく鍛えましょうね。しっかりひねって。今度は胸の筋肉を働かせましょう。上半身を少し前へ倒して、膝を少し曲げてください。この辺りを働かせましょう。この辺りを触ってみてください。ちゃんと働いていますか？ゆっくり腕を上げて深呼吸。腕の筋肉をよく使ったのでストレッチをしてあげましょうね。背中をトントンと叩きましょう。今日はたくさんワークアウトをしましたね。皆さん気分はいいでしょう。 OK、 反対側へ。背中をトントンと叩いて、背中の真ん中のあたりをストレッチすると気持ちいいですね。背中の健康を維持してくださいね。腕を掴んで下へ向けてストレッチ。この辺りをよくストレッチしましょう。反対側へ。気持ちいいでしょう。腕をできるだけ上へ上げましょう。手を組んで手のひらを上に向けてストレッチします。背中をよく伸ばして、後ろへもストレッチ。ランジのポーズをとって背中をストレッチ。お腹を引っ込めて背筋を伸ばしましょう。反対側もストレッチ。腕や背骨をよくストレッチしてください。肩の緊張をほぐしましょう。OK、 リラックスして手を頭に当て首をよくストレッチ。首の横のあたりがよく伸びていますね。腕を伸ばしてよくストレッチ。反対側でも同じように。首をリラックスさせて息を吸いましょう。吐いて、皆さんこのまましばらくストレッチを続けてくださいね。今日も皆さんと一緒にエクササイズができてとても楽しかったです。それではまた。